イエルカ・ハイダーは、オーストリアの政治家、オーストリア自由党元党首、ケルンテンシュ首相、クラウディア夫人との間に、事情あり、愛車はポルシェだった。多くの欧州極右政治家と同様、移民への厳しい態度で知られた。ナチスの政策を称賛する発言などで、たびたび物議を醸し、政敵を攻撃するときは、性ではなく、名を持ちいい。 医学用語や軍事用語を頻繁に口に出した。ハイダーの父ロベルトは、オーストリアナチスの党員で、1933年に、ドルフース政権下でのナチス取り締まりを逃れて、ドイツバイエルン州に亡命した。その後突撃隊の隊員となり、ドイツ国防軍にて兵役を務める。1938年のアンシュルスと共に、オーストリアに戻った。第二次世界大戦が始まると、 東部戦線で兵士として戦い、負傷した。その後、軍を除隊し結婚した。妻ルップは、教師で、オーストリアにおける、ドイツ少女団の指導者だった。戦後は、二人とも熱心なナチズム信奉者であったため、公職追放を受けた。このように筋金入りのナチだった両親の間に、ハイダーは1950年、オーストリア・オーバー・エースター・ライヒ・シュバート・ゴイゼルで、生まれる。 1968年にオーバーエースタライヒ州自由党青年部のリーダーとなり、ウィーン大学で法学博士を取得する。1976年に自由党ナショナル派の拠点であったケルンテン州に移住する。1979年からは国民議会議員となり、1983年以降、オーストリア自由党ケルンテン州党首を務めた。 1986年9月の党大会において、当時の党首を破り、新党首に選出された。党首に就任したハイダーは、党内の有力者とリベラル派を排除して、事実上のハイダー党とした。1999年の総選挙では、党の躍進に成功し、オーストリア国民党との連立政権を樹立したが、欧州連合諸国が自由党の政権入りに反発し、 交流制限などといった制裁に踏み切ったため2000年に党首を辞任した。ハイダー指導下のオーストリア自由党の政策は新保守主義路線で強調されているのは公的セクターの民営化である。2002年9月11日に党首に返り咲き、その後辞任した。しばらくは国政から遠ざかっていたが2005年4月4日、 自由党内の対立を背景に分裂した新党をオーストリア未来同盟の党首に就任して総選挙に臨み7議席を得た。2008年9月大連立崩壊による総選挙では得票率 11%21 議席と大幅に躍進し同じく極右政党でかつて所属した自由党と合わせて3割の議席を得た。2008年10月11日 母の誕生日パーティーに公用車で向かう途中、クラーゲンフルト近郊にて交通事故のため休止した。58歳。オーストリア未来同盟の議席を3倍に増やしてから13日目のことであった。事故原因については飲酒運転とされている。連邦警察の調査によれば、血中アルコール濃度が法定限度の3倍以上で、運転速度も法定速度の2倍を超える。 時速1 4 2トルだったという。もともとハイダーは酒をあまり飲まなかったため、当初は一部メディアから暗殺説も囁かれたが、事故の直前にゲーバーで飲酒していたことが明らかになり、最終的に事件性はなかったと発表された。現職州知事の死去であったため、葬儀は中層によってなされた。存命時代に約4500万ユーロもの資産を、 秘密裏にタックスヘイブンとして知られるリヒテンシュタインの銀行口座に隠し持っていたことが2010年に明らかになった。ハイダーがイラクのサッターム・フセインとリビアのカダフィから送金を受けたことを記す日記が2010年に発見された。ハイダーはフセインをイラク戦争の直前に訪問していた。過去には少年愛者であるとの報道もなされたが関係者は否定している。また、 同性愛者だったのではないかとの報道もある。ありがとうございます。